コーナースキレット買いましたので、今日はこれでカレーを作りたいと思います。材料はカレー粉とコンビーフと玉ねぎと生姜、ニンニク、トマトペーストです。いただきます。ごちそうさまでした。今日のカレーいかがだったでしょうか。アルミスキレットは、とても軽いですね。本物のスキレットと、重さが全然違います。1472g、 対してこちらは255g です。ちょっと浅いかなと思うところと、見た目より軽くて、戸惑うところ、軽くてちょっと動いちゃいますね。欠点はそれぐらいかな。安いんで買っても損はないと思います。
あとフッ素コートがいつまで持つかは心配ですね。あんまり金属的なものでゴシゴシやらない方がいいと思います。この見た目だから下痛そうになりますけれど、ぜひこれで、カレーを作ってみてください。